こんにちは、カツオチャンネルのカツオクです。今回は2023年買って使って良かったものベスト10を発表したいと思います。年末になって急上昇したものもありますので、よかったら最後までご覧ください。それでは10位の発表です。10位はエクスプローバーのノザ S になります。今年2023年の1月に購入しました。提供品ではございません。はじめはズイフトをしてたりしたんですけども、エクスプローバーのアプリもあって、セグメントのデータを入れると実際に登ってる感じに出てくるので、今はそのアプリで練習したりしてます。ヒルクライムレースが終わってからサボりがちだったんですけども、また寒くなって外ライドに行きにくくなったので、毎日ちょっと15分ずつとかなんですけどもするようになりました。そのおかげで今日はちょっと久しぶりに3週間ぶりにトレランしたんですけども、そんなに疲れず気持ちよく走れたので、スマートトレーナー毎日ちょっとずつでもしてるおかげかなと思ってます。ちょっと寒い間これを頑張っていきたいと思います。続きまして第9位です。第9位は SPD-SL です。今年の初めに新車エルブスを買った時にペダルを SPD-SL に変えました。初めはちょっと付け外しが怖くて練習をしてたんですけども、以前は SPD でもう十分だと思ってたんですけど、歩きやすいし、こっちに変えてすごくパワーが伝わりやすいので変えてみてよかったです。続きまして第8位です。第8位はカブトのバーテープです。こちらはエルブスを購入した時にパックさんがエルブスにつけてらっしゃったバーテープを参考に、薄いバーテープを真似しました。以前からもクッションのあるグローブを使ってると手のひらが痛くなって、クッションもない100均の手袋とかにしてるんですけども、バーテープも薄いものにしてから手が痛くならなくなったので、バーテープを薄くしてよかったなと思って、スペシャライズドルーベの方のバーテープもこの兜の薄型バーテープに変えました。多分ずっとこれ使うと思います。続きまして第7位です。第7位はバレットさんのレーシングジャージです。今年の富士ヒル前に注文して、せっかくだったらレーシングジャージを着てみたいなと思って来たんですけども、ウエストの部分がストレスがなくって、重量もとっても軽くって、裾の部分も締め付けすぎず、これ着ると速くなった気がしました。このワンピースおすすめです。続きまして第6位です。第6位はエリートホイールズさんのドライブ50です。こちらは秋ぐらいに使うことになったんですけども、平坦がとにかく楽に速く進むので、ちょっと長めの距離行ったり淡い地も行ったんですけども、 50D でも楽に気持ちよく登れました。なのでこれからも平坦が多いロングライドはこれを使っていきたいと思いました。続きまして第5位です。第5位は DI2 です。以前は私はあの機械式の変速の方が気に入ってて、ガチャンガチャンってするのが割といいなと思って DI2 に変えたいとは思ってなかったんですけど、エルブスバイクを購入する時にこっちの方がいいんじゃないかっていうことでつけてみて、実際走ってて前の人にちょっと離れた時に追いつきたいなっていう時に、変速が速いので追いつきやすくって、特に山に行ってるアップダウンが多いところとかついていきやすくて、これはもう DI2にしてよかったなと思います。 STI レバーがちっちゃくなったので握りやすいですし、前のクランクをアウターに入れる時とかも楽に変速できるので、もう DI2 は良かったです。続きまして第4位です。第4位はアルタリストのサングラスです。私は結構鼻が低くて、この鼻に合うサングラスがなかなかないんですけども、こちらの各 SP1 っていう方はこの鼻のアタッチメントが角度が変えれるので、すごくぴったりかけれることができて、見た目の形も気に入って以前のサングラスをつけないでこっちの方がいいなと思ってこれも気に入ってます。こっちは偏光サングラスなんですけども、そんなに私はトンネルとかで見えにくいって感じないです。とにかくかけ心地と見た目が気に入ってます。続きまして第3位です。第3位はエリートホイールズさんのドライブ 40D です。とにかく軽くってヒルクライムが楽に登れます。エルブスバイクだけじゃなくって、スペシャのルーベにもつけて走ったことがあるんですけども、漕ぎ出しが軽くて走りやすかったです。ヒルクライムレースは私はこの 40D で行こうと思います。
続きまして第2位です。第2位はエルブスバイクです。今年の初めに注文して選んだのがバンヤールです。軽量オールラウンドのバイクです。エルブスのバイクは自分の好きな色を選べて、名前とかマークを無料で1箇所入れることができるので、カツオクって入れたところもすごく気に入ってます。自分だけの世界で1台のバイクになってます。ヒルクライム向けの結構軽い完成車とかはちょっと高すぎたりしてどうしようかなって迷ってたんですけど、こちらのエルブスバイクフレームセットで購入しやすい価格で色も選べて、私にとってはイメージ通りのロードバイクが出来上がりました。続きまして最後になります。第1位は4日前に急上昇しました辻義満さんのバイクフィッティングです。フィッティングもそうなんですけども、コーチングがとてもよくって、私の乗り方筋肉がないとかを見ながら、こうして漕げば楽に速くなるというところを見抜いていただいたところですね。あと一番良かったのは、もうずっと2年間ぐらいカツオさんにこのお尻の筋肉を使えって言われてたのが全然わからなくて、その使い方を教えていただけたのが一番の収穫でした。実は買って使って良かったものベスト10を何にするかを10位決めてたんですけども、4日前に1位に躍り出ました。辻さんのおかげで来年以降のロードバイクに乗っていくのがより一層楽しくなっていきそうです。ということで2023年カツオクが買って使って良かったベスト10の発表でございました。最後までご視聴ありがとうございました。ではサクッとです。続きなし、はい